さあしてみて。なんで笑うの。おかえり。ただいま。おにぎり食べるかり。鮭じゃないんだよ。喋らないで。はい、はい、今梅干しだよ。いる？いらない？どっち？梅。酸っぱいのこれ。酸っぱいよ。ちょっと食べてみる？やだ。カリン、カリンちょっと食べてみる。じゃあ夕飯にカリンちゃんそれちょっとだけ食べてみようか。うん、ね。酸っぱかったら。うん。梅干し、うん、一口でしょっぱかったらプーってそうね、それ面白そうだね。なになに、これ食べない。今日の夜ご飯、そのウインナー食べないよ。かわいそう。そうね、かわいそうね。でもまたウインナーさ、明日の朝食べるから冷蔵庫片付けてこようね。ママ、ベーコンは。ベーコンはまた違う日に食べようね。はい、じゃあ片付けてきてください。え、それ何入ってんの？もう僕のお水。僕のお水入ってんだ。そっか。腐ってない。そっか。もくもくん、ねえ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 、あのね、今日さ、お勉強してみる？オンライン塾なんだけどやってみる？やってみる？お勉強するんだよ。うん、やる？やる。お、塾すごい。じゃあもっくん、あれだよ、勉強できるようになったら車の免許を取れるようになるかもしれない。取る。おお。これ何、ママ食べる？今は食べないよ。なんで？夕飯の時ちょうだい。梅干し嬉しそう。氷ナンバー。はい。これパソコン。パソコンで、ちょっと待ってね。ちょっといいですか。ちょっといいですか。ごめんね。ちょっと動画に。ママが。うん、ちょっと待って。じゃあ、もっくん入塾。音楽鳴ってるよ。面白い？面白い。音楽鳴ってるよ。私に鉛筆で描く。ああ、そうなっちゃう。ね、いいよ。あと丸に当てはまる数を入れてみて。五は二と何でできてる？七。五は二と何でできてる？三でできてるでしょ。でここに丸に当てはまる数を入れるから、ここに三。違うんだよこれさ。五は二と何でできてる？そう。なんかさ、うん、ここさ、あ、いいよ、持ってって。なんかさ、ここにさ、なんか丸、ここに持ってって。こっちも上に丸あるから、うん、3なんだよ。持ってって、3を、せーの、丸に、上手。答えってとこ押してみて。はい、やった！よし！復習なんざ、朝飯前だな。5は、こんな数の組でできているんだったな。1と4。2と組になっているのは3だから。うん、3と組になっているのは4だから答えは4。それがこれだぞ。もっくんこれだね、いつも見てる。なんだか見たことのない記号が2つあるな。すごい。まず左のこっち側、これは足すといって2つの数を合わせることを表す記号なんだ。よく分かってんじゃねえか。4足す6は10。ちゃんと式を作れたかな。うん。おお、すげえな。8はこんな数の組でできているんだったな。3と組になっているのは。うん。足してみて。1足す5にしてみて。
解だ。すごい。昨日折った1つの折り鶴と今日折った3つの折り鶴を合わせて全部で4つになったわけだから 1+3 は4だな。それじゃあ次に行くぞ。今度はどんな式だろう。鳥が5羽いた。そこに2羽飛んできて全部で7羽になりましたとさ。今のお話を足し算の式で表してくれ。見て、この鳥さんが5羽いるでしょ、ここに2羽いるでしょ、これを式に直してください。5羽いて2羽来ました。これを足し算の式にしましょうです。何足す何ってやつは、まずここ何できる？上？うん。何できる？一番上？うん。5匹でしょ？ああ、ここの塊で。うん、そう。うん。まず5。そう。5足す。ここに足す。これね、お話を式で表しましょう。そう。うん。ああ、そうそうそう。おお、そう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 。うん。は？うん。二つには何になるかな？七。ナイス。うん。ああ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと一緒にお話しできればなと思うんですけれども、かりんちゃんともっくんはおいくつですか？6歳。6歳。8歳。何歳？8歳。うん。年齢が言えて素晴らしいです。今日はご飯は、夜ご飯は何を食べましたか？味噌汁。味噌汁と。おにぎり。わかめと、あとなんだっけ、しらす、うん、しらすのおにぎりで、それでさつまいものバター、うん、美味しそう。チキン、あと、うん、お肉のチキン。セブンイレブン行ったでしょ。うん、わかめ学校お鼻つぼじるのよ。かりんちゃんしっかりしてるな。ごめんなさい。セブンイレブンも行ったの？うん、セブン。カリトーマンに行ってなかったからおかしかったんだよね。ここはなんだっけ、チップス？チップスター。ああ、あそこにあるゴミね。あれね。おやつを買ったの？そう。うん、そっか。学校の朝の会。朝の会。朝の会は何をするの？おはようございます。挨拶をするの？朝の会はお歌ね。飛び箱をした。飛び箱できるの？できるよ。すごい先生、すごい苦手なの。5等分できた。飛び箱、飛び箱できない。マットのところまで来た。3段だけ高いのはできない。ねえ、難しいよね。5段できた。すごっ、カリンできないよ、5段。2段しかできないから、ね、給食。まあ、ご飯。ご飯は何食べた？ご飯何食べたの？お米。お米とスープ、麻婆豆腐、サラダ、杏仁豆腐。お、中華だ。全部食べた。え、この次は遊び。うん、帰りの会。うん、遊びは何をしたの？跳ねて遊ぼう。何それ、何それ、わかんない。なんだろう、跳び箱とはまた違うのかな。違うんだ。カリーはお友達とかくれんぼした。わー、楽しそう。
なんだ。見つけられたちゃんと。うん。でもね、見つけたらすぐ鬼ごっこになっちゃった。はい、ありがとうございました。おやすみ。おやすみ。寝るぞ、どこで寝る？バイバイって。そちらを入力していただけましたら、通常なら2週間無料のところ1ヶ月無料で、はい、もしかしたらなんですけど、あのクーポンコードの番号を入力する場所がわからない可能性があるので、ちょっとお話しさせていただければと思います。まず概要欄にあるリンクですね、クリックしていただけましたら、こういうような、まあ、画面、塾のですね、サイトに入るんですけれども、ごめんなさい、反射してますね。塾のこのサイトに入っていただけましたら、必ずどこかに、こちらです。無料体験の申し込み中、あ、申し込み中じゃない。無料体験の申し込み。こちらのボタンが必ずどっかしらにあります。で、それを探してみてください。まあ、あのすぐ本当に簡単に出てくるんですけど、これを探していただけましたら、こちらをクリックします。クリックすると画面が変わります。画面が変わりましたら、そこであの名前とか、まあ、個人情報的なものをですね、入力していただくんですけれども、入力していくとどんどん下の方に行きます。そうなるとこういう画面に必ずなります。このアンケートっていうところの一番下、ここにその他があります。ここチェック入れてください。必ずチェック入れてください。でチェック入れていただけましたら、こちらにですね、概要欄にもありますクーポンコードですね、こちらのコードを必ず、まあ、コピペでもいいですので入れてください。そうしていただけましたら、2週間の無料体験じゃなくて1ヶ月の無料体験、こちらをしていただくことができます。
せっかくですので、ぜひ1ヶ月無料体験してみてください。はい、ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。この動画がよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。